今回は住みたい街ランキング第1位の場所なのになぜ駅前は衰退してしまったのか、小さい子でもわかるように取り上げたいと思います。今回の舞台は本厚木というところになります。どこにあるのかというと、神奈川県厚木市というところです。そして首都圏の人たちはこのように言いました。本厚木をでも住みたいな。まあ全員というわけではないですが、他の地区と比較するとこう思う人が多いとのことです。そんな本厚木ですが、2021年の住みたい街ランキングで第1位にランクインしました。これは意外な結果だったみたいです。なぜかというと、それまでのランキングで人々はこう言っていました。やっぱり住むなら都心に近い場所だよな。東京23区内またはそれに近いエリアがトップ勢に入っていました。一方本厚木の場合、都心まで電車で1時間はかかります。東京の真ん中から遠く離れているため衝撃の結果だったそうです。もっとも皆さんこう思ったかもしれません。おい、なんで本厚木がトップなんだよ。っていうか駅前衰退してね。まあまずは人気な理由から見ていきましょう。今回のランキングは2021年のものになります。よって世間全体が大きく変わった時期でした。ゆえに住みたい街の変化に関して不動産業界の人はこう言いました。例のウイルスで郊外がちやほやされるようになったからだよ。テレワークになった人が増えたみたいだな。まあうく主のおっさんは何も変わらんけど。うく主のおっさんの場合、テレワークしたことがなく具体的にどんな感じなのかイメージがつきません。皆さんの職場ではテレワークとかやっていますか？とにかく都心では流行る感じになりました。テレワークにより電車で都心のオフィスまで通勤する人が減り、そういう人たちが郊外に住むことを希望するようになったみたいです。そして郊外に住みたい理由について人々はこう答えました。値段がそれなりに安いし、自然も豊かだし、住みやすそうだよな。少なくとも駅前に限っては自然らしいものはないですが、値段に関しては都心より安い金額になっています。その分広めの物件が見つかるため郊外へ流れてきた感じです。ただ皆さんこう思ったかもしれません。だったら千葉ニュータウン中央でよくね。なんで本厚木なんだよ。うく主のおっさんもこう感じました。郊外希望というだけであれば候補地はたくさん出てきますね。ただこれには理由があるみたいです。これまで電車通勤していた人たちはこう答えました。電車で通勤するにしても確実に座れるだろう。本厚木から乗るだけで椅子取りゲームに勝てるんだよ。小田急線の場合、本厚木駅始発の電車が結構あります。ゆえに始発列車に乗れば確実に座れるのです。最終的には満員電車になるにしても椅子取りゲームには勝てるとのことで、本厚木駅周辺が人気となっているのです。さて本題に行きましょう。皆さんこう感じたかもしれません。じゃあなんで駅前は衰退してるんだよ。普通逆だろ。確かに人口が増加する場所であれば駅前が衰退するということはないですね。まあ車社会でイオンモールが君臨するような地域であれば駅前は確かに衰退します。ですが本厚木は完全に鉄道が政権与党となっています。ではどうして衰退したのかというと、大手ショッピングセンターが閉店したためです。かつて駅前にはパルコとイトーヨーカドーがありました。ですがいずれもこう言いました。本厚木あかんから閉店するぞ。これらが消滅したため一気に活気がなくなった模様です。とはいえこれらのお店の場合、会社そのものが倒れかけていたのも確かです。パルコ、イトーヨーカドーどちらもこう言っていました。あー俺もオワコンだ、とことん閉店するしかないな。本厚木のみならず全国的に閉店を進めるポリシーを取っていました。本厚木はそうしたプランの一つに過ぎなかった感じです。ゆえに本厚木地区だけが狙われて閉店ラッシュになったわけではありません。一方同じ時期に隣の海老名市では別のショッピングモールがこう言いました。海老名駅前に大きなモール作るぞ。本厚木の閉店騒動と同じ時代に出店を決めました。よって海老名駅はイケイケだと言われるようになったのです。まあそんな感じで
偶然にも時期が被ったため、上昇するエビが下落する本厚木と言われた感じです。こうした事情により、本厚木の人たちはこう言いました。衰退？失礼だな。あくまでも一時的な動きだぞ。あくまでも一時的なショッピングセンター由来の動きに過ぎないとの見方が大きい模様です。よって、本厚木そのものが下落しているわけではないとなっています。なお、住みたい街ランキングの話ですが、本厚木が君臨しているのは賃貸物件の話です。分譲物件だと、第1位は勝どきでした。思いっきり23区内ですね。これが何を意味しているのかというと、こういうことです。やっぱり最終的には都心に住みたいな。勝どきの場合は、タワーマンションがたくさん立ち並んでいることが影響しています。ただ、最終的には東京周辺で暮らしたいと思う人が多いみたいです。さらに、テレワークが普及したご時世とはいえ、みんなこう言いました。電車一本で都心まで行ける便利なところがいいな。山手線と接する駅まで電車一本で行き来できるところが依然として人気です。本厚木の件もこれに大きく関係していますね。まあ、少なくとも地方が復活しているわけではない模様です。さて、例のウイルスですが、最近は重要度のランクが下げられ、普通の当たり前の病気という扱いになろうとしています。ここで、こんな意見もあります。どこもテレワーク終了になって、また電車通勤が復活するんじゃねえ。実際のところ、テレワークを打ち切る会社も出てきているらしいです。今後は、徐々に通勤という動きが再開すると予想されていたりします。少なくとも、結構な数の企業たちはこう言いました。テレワーク、いろいろ効率悪くね？しかも従業員同士のおしゃべりが減って、なんかやりにくいな。こうしてテレワークが終了されると、都心から遠く離れた本厚木は、住みたい街ではなくなるかもしれません。まあ、そんなわけで、郊外としては異例の人気地区なわけですが、皆さんは何か感想ありますか？以上、小田急小田原線の沿線、本厚木についての大雑把な解説でした。なお、本厚木に行った、ウプ主のおっさん、ある点を感じました。それが、小田原方面からやってくる電車が混雑しているという点です。まあ、名古屋の鉄道事情に慣れてしまったウプ主のおっさん、こう言いました。電車混んでいるなぁ。次の電車にしますか。電車が、ほーは、次。では、本日の授業みたいなものはここまでにします。今回の解説はいかがだったでしょうか。ご意見ありましたら、ぜひコメントくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。